私ロアちゃんの女の子目線でちょっと紹介していきたいな。シンプルですよね。すごいシンプルです、うん、ラリー4の規定は二輪駆動なんですけど、はい、ロアち頑張って自走でアヘッドさん来たんで、みんなもぜひ来てくださいね。車の話坂戸店のコーナーです。今花ちって言わなかった？え、気のせいだと思いますけどね。花ちって言ったよね。はい。車の話、車の話、車の話。話、話です。はい。車の話、坂戸店のコーナーということで、ひろきさん。はい。なんか久々に坂戸でやってる気がするんですけど。そうですね。だいぶ久しぶりなんで、今日何やるんですか？今日見てください。なんかすごくないですか？車なんかいっぱいありますけど。そうですね。なんか見ぬ間にだいぶ多種多様な車のラインナップがありますけど。だいぶパワーアップしてきましたけど。はい。そしてね。ハイランド前ですから我々。まあ確かにあと1週間2週間後ですよね。はい。ということでっていうのもおかしいですけど、まあ我々はねこれからラリーの競技の準備をしつつなんですけれども、そんな中ですね、とある方からですねどうしてもこのお店に行きたいという方がいらっしゃいまして、昨日どうやら岡山にいたらしいんですよ。忙しいですね。はい。なんか飛んで帰ってきて今日朝来てくれたと。あ、ここに北さすぎて。はい。北さすぎて。北さすぎて。はい。北すぎて。はい。きびだんご食べたかどうか知らないんですが。なるほど。はい。ということでお呼びしたいと思います。レースクイーンの江崎朗さんです。はい。バルバル来ちゃいました。真ん中入ってもいいですか？はい、どうぞ。すいませんね、本当にお二人に挟んでもらっちゃって。昨日何岡山いたの？はい、仕事で4日間岡山県まで行ってて、本当に昨日の夜最終の便で帰ってきました。お疲れ様です。はい、朝起きてもう坂戸に向けて自走してきました。ありがとうございます。どうしてもちょっと来てみたくて。あ、本当ですか？嬉しいこと言ってくれますよね。どうしても来てみたい。はい、でもコスチュームは着てるっていう。言わされてるってことですね。あ、なるほどね。いやいやいや、本当に着たくて、私はもう衣装も着たくて、自分からも着させてくださいって言って。あ、なるほど。はい。すみません、ありがとうございます。決してやらされてるわけではありません。今日は。まあ店舗も見てもらいつつ、今日たくさん車ご用意したんで、そうです。いっぱいありますもんね。レースクイーン江崎ロアが選ぶモテる車、あ、じゃないですね。まあ愛車紹介じゃない、店舗の在庫紹介をね。そうね。まあモテる車って言ってこれモテますって言ってそれ乗ってるオーナーが持ってなかったらちょっと問題がある。やめなさい。デリケートなゾーンですか。いやありますよ。インプレッサー、スイフトスポーツもモテそうな車ばっかりですよね。そうですね。まあ私自身はやっぱスポーツカー乗ってるからあれなんですけど、今日は女子目線として。女子力として来てるんで、いつもとなんか野郎の野郎臭い感じの目線で多分こう在庫紹介してると思うんですけど、私ロアちゃんの女の子目線でちょっと紹介していきたいな。ロアちゃんの女の子目線って言ったって本人 WRX、GTA 乗ってるんで全く当てにならないですけどね。いや GTA 乗ってる中の女の子目線でだいぶ絞られましたよ。マスが。私スバリストじゃないですから。まあスバリストじゃないけどね。車好き女子ですか。ああ、じゃあそういう風にそういう定義にしときましょう。ハートって感じで。わかりました。はい。まずはね、店の中行きましょう。そうなんですよ。私まだちゃんと中見てないんで、早くちょっと見たいです。じゃあぜひ行ってみましょう。行きましょう。はい。いらっしゃいませ。はい、お邪魔します。でもすごい早速もうちょっといろいろ突っ込みたいところがめちゃめちゃすごい楽しみ。じゃあ一個ずつ突っ込んでもらいましょうか。まずやっぱり入ってすぐいいですね。左手にフルバケいいな。私シルビアセミバケなんでちょっと買っちゃう。あれシルビアも持ってるの？私あれ言いませんでした。昔持ってたんじゃなかった？持ってるらしい。私はインプレッサー売ることとかができなくて増車するタイプなんでシルビアも欲しくてシルビアも追加で買っちゃいました。なるほど。なんで。まあそっちが今セミバケしかついてないんで、フルバケもちょっと見ると欲しくなっちゃいますね。あ、まあ実際ここ座れるんですよね。あ、そうなんですか。そう、もう好きなだけ座っていただいて。結構来たお客さん座ってます。座ってます。もう市場のあるなんていうんですか。膝してます。じゃあ私も後で膝しようかな。あれ珍しいんですよね。ブリットのこのなんていうんですかマイスター店じゃないけど。ブリットのマイスターショップなんですけど、こんなに種類置いてあるとこなかなかなくて。確かに。はい。それこそジータ、ストラディア、ガイアス、エディルムもあるね。職人のバージョン、緑も、ユーロスターもあるし、なかなかこんなに置いてあるお店本当にないはずで。まあ確かに。はい。確かに実際結構私ネットとかで見たりするんですけど、実際にこう座れるとこってあんまりないじゃないですか。中古のお店ぐらいしか。あと実際にうち世界の山中さんが今日あれですよね。アドバイスしているまあレーシングシミュレーター。これ気になってましたありますからね、はい、実際来ると山中さんに教えてもらえるんですか？そうですね、山中さんってだってグランツーリスモのプロじゃないですか。じゃあ江崎さんだったら僕教えます、いくらでも。なんかその人によって教える人と教えない人がいるっていう、ちょっといやらしい感じですよね。すごいいやらしい感じですけど、お客さん来なくなっちゃいますよ。これが世界の山中ヤマドゥ、皆さんご覧になってる皆さん、女子だったら教えるっていう、本当はね、皆さんにちゃんとこうした方がいいんじゃないのみたいなのはもちろんねやりますけど、やりますけどがっつりはねできないんでね。なるほどね。はい、そう、これはちなみに誰のですか？ WRC ジャパンのラリーの方と WRC ジャパンのツボですね。ツボじゃない、ツボです。はい、普通ありえないですよね、トロフィーがあったりとか、まあまあその実際にアヘッドジャパンレーシングチームとして戦ったまあ実績ないし、まあトロフィーなんか飾ってあったりだとか、まああと実際にあれですよね、こっち見るとサスペンションが展示してあったりだとか、まあウィステリア藤野さんのとこですけど、まあそういった T シャツもあったり、まあ裏にはアヘッドモーターサービスのまあオリジナル T シャツがあったりするので、まあ多種多様な品揃えでラインナップしているような感じですね。はい、基本的には何でもご相談ください。とりあえず何でも取り扱ってます、本当に。とりあえず言っていただければ何とかします。なんとか山田さんと新井さんで用意してくれます。頑張ります。山中さんが。じゃあ皆さん本当に何でも大丈夫そうなので、とりあえず来てほしいですね。じゃあ。はい。まずとりあえず来てもらえれば。そうですね。はい。ひろきさんもいますもんね。基本的に僕は週末土曜日日曜日とかっているので、ぜひ何かチューニングの相談があれば来ていただければ。捕まえてもらって、購入とかじゃなくてもとりあえず相談とかで受けでもいいんですか？結構相談だけで80% ぐらい時間かけたりするんで、新しいタイプの店ですよね。ちなみにね、あっち整備場なんですけど、アライメントテストもちゃんとあります。ちゃんとね、マシンありましたよね。整備一通りできそうなコーナーが場所があって、リフトも2つあるし。そうそうそう。じゃここでじゃあいろいろチューニングしてもらって、預けることもできて、もちろんです。すごい。はい。実はね、今日の本当の趣旨をですね、車をたくさん見ていただきたいなとね、最初に冒頭お話ししましたけれども、じゃ早速店内もちょっとね、いろいろ気になるとこいっぱいあったんですけど、じゃあ見ていきたいと思います。はい、はい、ということで気になる車ありました？いや、気になる車っていうか、もうお店の目の前にこれ見よがしにね、そう、これ見よがしにもうラリーカーが置いてあったんで、このプージョやっぱりちょっと気になりますね。これ当然あれですよね、走ってるラリーの時に使ってる車ですよね。実際に去年の WRC ジャパンの1週間前に届いたんです1週間前に港に上がってきまして、でその後、全日本ラリーを戦ってたりするんですけど、アヘッドモーターサービス自体、アヘッドジャパンレーシングチームというチームがありまして、その中でモータースポーツ、山中もトヨタカズーレーシングラリーチャレンジで伊香保に出たり、その中でデビューウィンという形でね、華々しい結果を残してるんですけど、ひろきさんのおかげですか？もちろんそう言えって言ってるんですよ、常に。ということで、いろいろショップとしてもチームとしてやっているので、その中で戦っている一台として、プジョーのラリー4、FIA 規定ということで、世界ラリー選手権にも出れる規定の車で戦ってます。私もラリー、本当に WRC、去年のも出ましたし、本当ガズーラリーの伊香保の方も私出てたんですけど、私普段そのラリーは全部メカニックで出てるんですよ。そうなんですよ、私車好きのレースクイーンが本業なんですけど、ラリーはすべて私メカニックでしか出たことなくて、逆にそうなんですよ。じゃあうちのメカニックもどうですか？もういいですよ、メカは。今年でも私ドライバーデビューのラリー予定がありまして、そうなんですよ、ようやくメカニック脱却してステップアップかなって思ってて。おお、なるほど、同じチームで。同じチームで。ちょっとそっちも気になるんですけどね。私も結構ラリーはお仕事関わらせていただいてるんで、ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。ぜひぜひ。じゃあせっかくなんでまず。左ハンドルというところもあって、結構ラリーからそうですよね、どうぞ見てってください。すごい、どうですか？でもシンプルですよね。すごいシンプルです。ラリー4の規定は2輪駆動なんですけど、その中でも改造範囲が結構絞られてるんで、だから本当にここのダッシュボードとかも純正をそのままそうです、塗装してるだけで、基本的にはもう他のにはいじらない感じで。そうです、そうです。だからここら辺も全部ノーマルですからね。そうですよね、本当必要最低限の改造でここまで早くできてるっていうのがこのラリー4の特徴かなっていうところですね。でもやっぱなんか黒で全部統一してあって、なんかこの素材とかもおしゃれじゃないですか。あ、まあ確かにこれ防塵っていって反射しないようにしてるんで、だから眩しい時とかダッシュボードの反射結構眩しい、見えないじゃないですか。だからそういうのとかうちのチームもそれ私採用したいですよ。やってないの？やってなかったです。じゃあちょっとこれは企業秘密っていうまあまあまあ確かに確かにまあそういった形でやってるんですけど、まあ実際いたチームと同じだと思うんです。シーケンシャルシフトが入ってて、まあそういったところで結構いろいろな形でやってるのかなっていうところでありますね。という形で、まあ実際これこの車だったら一番どこら辺が興味深いですか？どこら辺？車内も車外も含めて。すごいいっぱい、まあこまごまいろいろ言いたいことはあるんですけど、個人的好みやっぱ一番最初ホイール好きです私。あ、そうですか。私やっぱり自分のインプレッサもそうなんですけど、もうラリーをやる前から絶対的なこだわりとしてホイールは白でありたいというこだわりがあって。なるほど。もう細いスポークに、で円形さんのこのホイールもちょっと欲しいなと思ってた時期あるんですけど、めちゃめちゃかっこいいです。確かに多いですからね、ラリーは特にこの穴の開いてるタイプの。そう、何なんですか、私やっぱラリー関わってまだ2年3年とかなんですけど、なんでみんなこのワークさんとか円形さんのこの白い細くてこう穴の開いたホイール使うんですか？まあ穴の開いてるのは円形だけですけど、結局ラリーで使うラインナップの中にこのホイールしかないんですよ。細の場合は15インチまで穴が開かないんですけど、17インチからここに穴が開いて、まあ軽量化と剛性のバランスを取ってるんですよね。ああ、なるほど。そうですね、オーソドックスです円形さんのこのデザインは。まあラリーっていうとみんなこれ使ってるかなですよね。そう、印象がある。でも白だからサービスの時も汚れてしょうがないんですよね。ああ、確かに確かに。ブレーキのダストもそうだし、もう泥とか跳ねて、もうこれを白を磨くのがめちゃくちゃサービスの時大変です。じゃあ次の WRC ジャパンではうちのタイヤ磨いてくれますかね？まあ磨くぐらいだったらいいですけど、自分のサービス以外だったら。あ、なるほどね。オッケーです。磨きに行きますよ、いつでも。そうだから意外と本当はスピードラインっていうホイールがついてたんですけど、まあ今回円形さんに協賛いただいて、まあこういった形でホイールをこれワンオフで作ってもらってるんですよ。一本一本。この PCD が108の4欠かなっていうのがなくて、でもうわざわざ作っていただいて、すごい大変な中作ってもらってこうやって使ってるんですけど、まあ本当にそういった形でなるべくまあ欧州車ではありますけど日本のメーカーで固めていきたいなっていうところではありますよね。はい、大丈夫でしょうか。最初一番最初に目に入ったんで、はい、やっぱラリーやってる身としてはすごいちょっと気になりました。ありがとうございます。はい、ということでこれからどんどんまあ他にも車あるので、いっぱいねあるんでね。江崎さんの女の子目線というところで、女の子目線今日は今バカにしてたな言い方。本当バカにしてますよね。私のこと多分女の子だと思ってないですよ。モテる車を江崎さんの視点で見ていただこうかなというふうに思います。はい。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしたいと思います。ファンの方見てくれますかって、ローチ頑張って自走でアヘッドさん来たんで、みんなもぜひ来てくださいね。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。